はい、こんにちは。今回はこちらですね、機動救助車というね、2011年で担当して、今ではもうこれ見かけることは、実車あのトミカではもう見かけないですね、実版になってしまいました。というわけで、まあ、こちらの方なんですが、これはどういう車かといいますとですね、これは警視庁機動隊ではレスキュー着地当番と呼ばれる機動救助隊を組織しており、まあ、その部員の迅速輸送支援等で活躍しているのが機動救助車なんですね。で、トミカの機動救助車もボディ側面のドアがスライドドア開閉するということでね、こういう風になったりする。まあ、あまり大騒動な事件というのはあまりないんですけど、まあ、そういうようなことが起きた場合にこういう風にドアが開いて機動員がこうバーッと乗ってね、よくほらテレビでたまにやってるけどデモとかあるでしょ。で、デモがあってこうね、あの縦のほら看板、縦のほら何ていうの、でかい盾を持ってきてね、あの防いでる人たちがいるでしょ。で、それで、警官と、まあ、デモ隊が衝突するた時なんかに、まあ、こういう車がさーっと出てきて、その機動隊員がわーっと出てきてですね、で、それで、あのより大きな事件になることをこう防いでるというね、そういう車でございますね。まあ、なかなかこういったものもね、見かけることはないですね。確かにこうお世話にはなりたくないですけどね、まあ、誰だってそうだ誰だってそうなんですけど、世話にはなりたくないですね。世話にはなりたくないけど、まあ、こういうのがねあるとね、なかなかいいなっていう感じですね。トミカにあるからいいんですよ、これね。こんな車で世話になりましたなんて嫌ですからね。まあ、こういう車で世話にはなりたくないですけども、まあ、ね、こんな車で世話になったらもう最後ですよ。即逮捕みたいになっちゃいますからね。あの、こんな車の世話にはならないでほしいなと思うんですけど、まあ、なかなかね、世話にはなりたくないけども、まあ、こういう車はね、なかなかこう、面白みがあって、こう、いいなっていう感じで、このコースターというのを見事にこう、生かしてですね、で、こういう風に荷台がこういう風についてて、こういうパトランプがついてて、なかなか面白い車ですね、という感じですね。というわけでどうもありがとうございました。